ソニーミュージックと韓国の JYP エンターテインメントによる日韓合同オーディションプロジェクト2次プロジェクトシーズン2のパート2韓国編5話が10日、フール毎週金曜50時で配信された。写真多数、5話は県チーム VS と友やチームの対戦それぞれの葛藤も前回4話からはセカンドステージ、チーム対決に突入。12人が4チームに分かれ、2チームごとが対決し、 勝利チーム全員がキューブを獲得できる。前回は、夕日チーム、夕日夕キミラク、バーサスユーチーム、ユーハルエイジが対戦し、ユーチーム、レーンボーイズが勝利した。今週はトモヤチーム、トモヤショーン大河、バーサスケンチーム、ケンセータ総大の対決。まずは、ビリーの逆襲、ケンが初めてのリーダーを務める、三色団子ヒーローズ、ケンセータ総大。 がステージに上がった三色団子ヒーローズ、ケン多壮総大、J.Y. パーク氏がこの三人に選んだ楽曲は、2PM カムバックホエンユーヒアディスソング。見る人の心を奪うことができる感情表現に期待をして選曲した。練習初日には、トレーナーに何度も曲を止められ、どんな感情で歌っているのか、全くわからない。感情表現ができなかったら、 ステージで何も見せられない、と指摘を受ける。リーダーのケンも壁に直面。日本合宿の最下位から個人レベルテストで3位まで急浮上したものの、主体的に自分からまとめられず、一目を気にしてしまう。ボーカルやダンスでは僕が言える立場ではない、と、リーダーとしての役目を果たせていないことに悩む。しかしケンは、名前入りの自作ブレスレットをチームメートのセータと壮大にプレゼントするなどして、 次第に三人の心を一つにまとめていく。さらに、ケンの発案で、歌詞をセリフ風に言う演技する練習、を取り入れ、感情表現、を身につけていった。本番では、壮大の甘い歌声で一気に三人の世界へ引き込むと、それぞれが仕草や表情一つ一つ,つに感情を込めて歌い上げていく。ケンとセータののびのびとした歌声と笑顔も印象的で、 感情が伝わってくる感動的なパフォーマンスを披露した。j y パーク氏はいろんな面で期待以上のステージでしたと簡単。歌で訴える力を感じたし期待していなかったダンスまで素晴らしいシンクロ感でした。メンバー同士の統一性は練習量です。皆さんの統一性は最高レベルでした。練習量が感じられるパフォーマンスでしたと絶賛した。 ケンとセータに対しては、歌が期待以上でした。メロディーの奥に感情を入れて歌っていたのが印象的でした、と高評価。自分がどこまで成長できると思うか、と問いかけられたケンは、日本合宿の映像を振り返ることがあって、こうやって変われたので、もっと一生懸命練習したら想像以上に伸びるのではと思っています、と答える。J.Y. パーク氏は、 ビリの逆襲はまだまだ続きますね、とさらなる成長に期待を寄せた。しかし、壮大に対しては、歌で強烈な何かを見せて欲しかった。その点だけが惜しかった、と、もどかしげ。壮大が思い切り歌の実力を発揮することを願う助言で評価を終えた。